遺伝子ノックアウトは、ある生物に機能欠損型の遺伝子を導入するという遺伝子工学の技法。この場合のノックアウトは、ダメにする、ダメにされたの意味で、遺伝子破壊とも訳される。この技法は、配列は基地であるが、機能がよくわかっていない遺伝子を研究するときに用いられる。研究者は、ノックアウト生物と正常個体の間の相違から、遺伝子の機能について推論する。 ノックアウトはしばしばこと略される。同時に2つの遺伝子をノックアウトすることをダブルノックアウトという。同様にトリプルノックアウト、クアドラブルノックアウトはそれぞれ同時に3個、4個の遺伝子をノックアウトすることである。右側がノックアウトマウスでミオスタチンを生成する MSTN 遺伝子が無効化されている。ミオスタチンは筋肉成長を抑制する因子である。 ミオスタチンを書くことで筋肉量は野生種の4倍になる。遺伝子ノックアウトはいくつかの技法の組み合わせによって成り立つ。まず試験管内でプラスミドやバクテリア人工染色体などの DNA 構築物を作り出し、次に細胞培養を行う。細胞は DNA 構築物によって遺伝的に改変される。多くの場合、目的は改変された。 遺伝子を持つ遺伝子組み換え動物を作ることである。その場合、肺性肝細胞に対して遺伝子組み換えを行い、初期肺の中に挿入する。そして生まれてくる生物のうちで遺伝子組み換え細胞が生殖系列に分化したものがノックアウトされた遺伝子を次世代に残すことができる。DNA 構築物は標的遺伝子との間で遺伝的組み換えが起こるように作られる。 これは、標的遺伝子自身の延期配列を構築物に組み入れることによって可能になる。標的遺伝子の中間を非機能の配列で置き換えた DNA 建築物を作成する。そうすることで、その標的遺伝子の箇所で DNA 組み換えが起こり、遺伝子の機能を損傷する外来の配列が組み入れられることになる。条件付きノックアウトの手法によって、組織特異的、もしくは、 時間特異的に遺伝子を削除することができる。詳しくは、シーリロックスプ V 特異的組み替えを参照。それぞれの細胞と DNA 構築物において、望ましいタイプの DNA 組み替えが起こるのは稀である。このため、挿入する配列には通常、レポーター遺伝子を含める。これにより、遺伝子ノックアウトが成功している細胞、個体の選別が容易になる。また、 DNA 構築物が意図した目的遺伝子と相同組み換えを起こさず遺伝子の別の箇所に挿入されてしまうことがしばしばある。このような細胞を除外するために DNA 構築物にはそうなった細胞の識別と排気を可能にするための2番目の DNA 領域を含んでいる。2倍体生物ではほとんどの遺伝子において2つ組の対立遺伝子が存在している。また、 関係する複数の遺伝子が同一の作用に対して働いている場合もある。このような場合、すべての標的遺伝子をノックアウトするまで遺伝子組み込みと選別の作業が繰り返される。ホモ接合型の生物を作り出すためには選択的な掛け合わせが必要になる場合もある。遺伝子ノックインは遺伝子ノックアウトと類似の手法である。これは遺伝子を削除するのではなくて 別の遺伝子を導入する。ありがとうございます。